水無し電気流は、日本の詩人、社会学者、国学院大学経済学部教授、神奈川県相模原市出身、東京都在住、早稲田大学大学院社会科学研究科博士後期、家庭単位取得満期大学。社会学の分野では、本名の田中理恵子としても活動している。立教大学社会学部の兼任講師。夫は、社会学者の田中仁。 1970年に神奈川県相模原市のベッドタウンでサラリーマンの父と専業主婦の母との間に生まれた。2002年から水無し電気流の筆明で視聴者の現代指手帳に試作品の投稿をはじめ2003年に第41回現代指手帳賞を受賞。2005年に音速平和ソニックピースを出版、翌年に同作で第11回。 中原中也賞受賞。2008年、Z 境で第49回、万水賞受賞。なおこの筆名は、中原中也の、蝉にある、水無し原と、松尾場賞の、不駅流行を取り、当て字にしたものである。また、社会学者としても活動し、学術論文の執筆などを行うほか、2008年には、初の新書、黒山もこもこ、抜けたら、 荒野でフル世代の憂鬱と希望を出版した。東京工業大学世界文明センターのフェロー、東院横浜大学スポーツ健康政策学部、非常銀行士だった。2013年度朝日新聞書表員に就任。2016年4月より、国学院大学経済学部教授。ありがとうございます。